ハヌマーンと戦う三頭の将軍トリシラス頭に三つの尖りを持つ王冠をいただいている。イスラム教徒の画家サーヒブ・ディーンによるが、トリシラスは、インド神話に登場する怪物である。主に、の二人が知られている。以下に説明する。このトリシラスは、飛ばし鳥神の息子ビシュバルーパの別名、インドラ神に殺された。ラークシャサラークシャサの王、ラーバナと、 第二の妻ダニアマーリニーの息子で、アティカーや、ナラアンタカ、デーバーアンタカと兄弟、イボ兄弟にインドラジット、アクシャがいる。アヨーディアの王子ラーマとの戦争では、アンガダ、ニーラ及び、ハヌマーンと戦った。王帝クムバカルナが戦死したとの知らせは、ランカーの王宮に大きな衝撃を与えた。ラーマナや、王子ナラアンタカ、デーバーアンタカ、 重心魔法だらとマハーパールシュバラの間に深い悲しみが広がる中、トリシラスが父、ラーバナを励ますことで、彼らは悲しみから立ち直った。その後、トリシラスは繊維を高揚させる三人の兄弟、ナラアンタカ、デーバアンタカ、アティカーヤ、および魔法だら、マハーパールシュバと共に出撃した。トリシラスは頭に三つの尖りのある王冠をいただき、 戦車に武器を満載して戦場に現れた。しかし、兄弟のナラアンタカがアンガダに撃たれると、トリ知らス、デイバーアンタカ、魔法ダラは激怒してアンガダを攻撃した。しかしアンガダを助けるためにハヌマーンとニーラが駆けつけた。トリ知らずは、ニーラが投じた山の頂を矢で打ち砕いたが、デイバーアンタカがハヌマーンに撃たれたため、魔法ダラと共にニーラを攻撃した。 トリシラスは矢を放ち、魔法ダラもまた体から相手の目をくらませるような光を放ちながら矢を置いたが、魔法ダラは逆にニーラの投じた巨岩に押しつぶされた。魔法ダラが打ち死にすると、トリシラスは攻撃対象をニーラからハヌマーンに移した。トリシラスは相手が投じた岩や大木を矢で打ち砕いた。しかしハヌマーンによって馬を爪で引き裂かれ、怒って槍を投じたが、 ハヌマーンは槍を掴んでへし折った。続いて、剣で攻撃したが、胸を殴られて、剣を奪われた。トリ知らずはなおも拳で殴りかかったが、爪で首を断たれた。ありがとうございます。